你好，来炒皮儿，有臭豆腐吗？哦，啊，臭豆腐要一个。なんかここはあれですね、臭い豆腐が食べられるっていう中国名物臭豆腐です。臭豆腐のお店ですね。こちらですね。これちょっと中国名物なんで食べてみたいと思います。すごい匂いが臭いらしいですけど、味は美味しいらしいんで、ちょっと食ってみたいと思います。どんなもんか。今ちょうど風刺通したじゃん。え、你好。え、今ちょうど風通したじゃん。奇怪。じゃあこちら、臭豆腐ですね。臭い豆腐来ました。じゃあちょっと臭豆腐食ってみますか。どんなもんか。うん、味いまいちだねこれ。そんなに臭くない。味うまいじゃん。なんか前に調査で食ったやつよりはちょっといまいちだな。すごい量が多すぎる。量が多すぎてこれ切れんよ。これ一人分の量じゃないのこれ。まさかのこれちょっと食べきれないんで、食べきるの無理だな。全然一人分の量じゃなかったな。あのこれ
普通に持って帰ろう、テイクアウトする。ちょっと俺ちょっと食べきれないんで持って帰りますまさかのちょっとこれ一人分の量じゃないですね。ちょっと食い切れないわ。ちょっと無理あるね。ちょっと僕一回ちょっと食べるのやめます。这是什么？这是酱油小丸子吗？这是什么？就是脆骨烧里面小脆骨。啊？就是脆骨烧里面是小脆骨。小脆骨。对。多少钱？哦，我要一个。要，你再看一下口味，再上。打包吗？哦，打包。那看起来酱油小碗子。じゃあとりあえずさっき買ったこのなんかたこ焼きのパクリみたいなやつ食ってみます。いただきます。なんか肉団子って感じですね。つくねって感じだな。甘いつくねって感じですね。うん、さっきの臭豆腐よりもうまいですね。さっきの臭豆腐いまいちだったんで、臭豆腐に比べたらうまいですね。これは2本で10元、2本で170円ぐらいですね。まあまあ、やっぱ日本のつくねの方がうまいですね。全然日本のつくねの、日本の焼き鳥の方がうまいですわ、これ。鶏肉ですね。鶏つくねって感じね。中国風の鶏つくねだね。どうも。こんばんは。今ですね、中国は山東省の青島っていうね、青島って町に来てるんですけど、なんか、ここすごい綺麗な夜景が見れるって言うんで来てみたんですけど、なんか普通の、そんなになんか、香港の100万ドルの夜景みたいな、見えるって聞いたんですけど、全然見れないんで、なんか騙されたんですかね、これ。全然、100万ドルの夜景ないっすね。そんなに大した夜景見れないっていう、まさかの、これ夜景違いですかね。なんか間違ったところに来たんですかね、これ、もしかして。全然、こんなに大した夜景見えないっていう間違ったとこ来たんじゃないの、もしかして。タクシーに違うとこ連れてこられたの。ちょっと予想だにしない場所に来ましたけどね。どうしましょうかね。とりあえずこれもう帰りましょうかね。普通の場所に来ちゃいましょう。最怕朋友突然不关心、最怕回忆突然发关交通者不平息、最怕突然听到你的消息、最怕此生已经决心自己过没有你、却又突然听到你的
熟悉。谢谢谢谢，突然好想你，送给大家。来一首《夜空中最亮》。夜空中最亮的星，所有的星，想要忘的人，可是安心。夜空中最亮的星。我也闯了吗？我也闯了吗？我也闯了吗？Thank you.